ヤッホー、メダです。こちらはうちの海水水槽ですね。青いハリセンボンはヤセハリセンボンというハリセンボンで、こちらのハリセンボンはハリセンボンというハリセンボンになります。今日はこの子たちに餌をね与えていくんですけど、まあ今日与える餌はスーパーで買ってきた刺身をね与えてみようかなと思います。もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価、あとコメントもお待ちしております。それでは餌与えていきます。今日与える餌がこちらなんですけど、食卓彩るシラウオっていうやつですね。まあ、ちょっと俺刺身あんまり食べないんでね、これは刺身と言えるのかちょっと微妙なところではあるんですけど、まあこちらはね海で獲れたシラウオなので、まあうちで飼育しているハリセンボンたちにいいかなと思って買ってきました。ということでね、与えていきます。では餌の方与えていきます。さあどうだ、おお食ってる、おお一応はね食べてますね。こんな感じで食べてます。あーでもちょっとまあエビの方が好きなのかな。エビと比べてちょっとね反応が悪い気がします。でウツボさんはねこういうの大好きなんですよ。いやもうこれを見てね食べようとしているんですけど、どうだ、あれ食べない。イカそうめんはね食べてくれるんですけど、これはどうなのかな、食べやすいとは思うんですけど、食べませんね。もうちょいね与えてみます。あんまり反応がやっぱりよろしくはないのかな。やっぱお魚よりね甲殻類エビとか貝とかきっとねそっちの方が好きなんですね。あのエビとかだとねもうすごい勢いで食べるんですけど、まあ、これはちょっとねあまり反応がよろしくないですね。食べるか、おい、いったいったね、食べた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 、うん、こういうのは多分ウツボさんがメインになるのかな。ウツボさんがね餌を食べてます。なんかちょっとヘビっぽいですよね。あんまりちょっとねうまくは撮影できなかったんですけど、まあとりあえずね捕食の確認ができましたね。おいいね、あいいね、でハリセンボン来たんだけど、おお、お食事の邪魔された、吹き飛ばしてますね食べるというより。でウツボがね食べてます。まあ食べてますね。まあ反応はあまりよろしくはなかったんですけど、まあとりあえずね食べてくれてるんで、まあ良かったかなと思います。それともあの久しぶりの魚だったからちょっと警戒しちゃったのかな。普段あげてれば多分普通にバクつくのかなきっと。まあせっかくなんでねもうちょいねあげていきます。まあ個人的には多分もう買わないかな。
やっぱり反応がちょっとねいまいちですね。はい、ということで、まあこれ以上のね、あの迫力とかね、面白さが出てこないんで、この辺で動画の方終わりにしようかなと思います。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。